バレンタイン不評戦車、バレンタイン不評戦車、バレンタイン歩兵戦車、不評戦車、MKEE バレンタインは第二次世界大戦時のイギリスの戦車である。バレンタイン不評戦車は A10 巡航戦車をもとに開発された。ビッカース・アームストロング社が試案として設計し、このため A コードは付加されていない A 陸軍省により1938年2月に承認された。 A10 巡航戦車の車台部品を流用するため、車重を16トンに制限する必要があり、不評戦車に準じた厚さ 60mm 以上の走行を備えるには、車体を小型化する必要があった。このため最初のモックアップでは、旧ポラ付きの3名用砲塔が備えられていたが、それでは走行圧を減らさないと、重量制限に収まらず、一時は、 不走 15mm ベサ基準に変更することも検討された。結局2度目のモックアップでは小型の二名用砲塔に変更され、この段階ではまだ装甲が 50mm から 45mm と薄いままの予定だったが、1939年4月半ば、陸軍省はビッカース社に装甲圧 60mm 以上にすることを条件に当初100両。 あとに300両を量産する許可を出した。試作車を作らずいきなりの量産化であったが、すでに a 1 2ダミーウェイトを乗せた車両での試験を行っていたこともあり、1940年5月にロールアウトした最初の量産車は試験で満足のいく性能を期した。本車はマチルダ戦車よりは走行が薄くエンジン出力も弱く、同程度の速度であったが低コストで、 かつ大量生産に適していた。バレンタインという名前が付けられた経緯についてはいくつかの説が存在する。最もポピュラーなものは陸軍省に設計が提出されたのがバレンタインデー2月14日だったというものだ。いくつかのソースは提出日が2月10日だったと主張している。他の説では永住戦車やその他のビッカース製戦車の開発に尽力した。 サージョン・バレンタイン・カーデン、セルジン・ファレンタイン・カーデンから取られたというものがある。この他に、ファレンタインは、ビッカース・アームストロング・ LTD ・エルズウィック・ニューカッス,スル・アポン・タインの頭文字を取ったものだという説がある。バレンタイン不評戦車は1944年4月まで生産され続け、不評戦車だけでなく、戦車としても、イギリスで最も量産されたものとなった。 その数は、イギリス国内で6855両、ビッカース、MCCW、BRC&W、カナダ国内で1420両である。これらのうちイギリス製の2394両と、カナダ製の1388両、残りの32両は訓練用に、保存がレンドリースの形で、ソビエト軍に輸出された。この戦車のウイジンは、 クルセーダー作戦であり、これが、半年後に、北アフリカ戦線からほぼ姿を消すこととなる、マチルダイー不評戦車からの装備更新の契機となった。その後も、同戦線において広く運用され、初期の頃から防御力と信頼性が評価されていた。しかし、英軍戦車が共通して抱える弱点も持っていた。搭載している日本土砲は、 当時、マチルダ E 不評戦車やクルセーダー、巡航戦車同様に榴弾が用意されていなかったため、敵不評や対戦車砲に対する攻撃力、すなわち着弾時における爆発力を書き、対戦車砲型とともに時代遅れの装備となっていた、対戦後半にはまだ日本土砲を搭載していた、双輪装甲車向けに榴弾が開発されている。 車体幅の狭さから来る小さいターレットリングと砲筒がより威力のある砲への換装を困難にしており、後に6ポンド砲やオークフ 75mm 砲搭載型が開発されたが、その頃にはすでにより高性能の戦車が戦場に配備されていた。もう一つの弱点は小さい乗員コンパートメントと二人用の砲筒である。 装填手が登場できる用法を前方に移動し、スペースを取った三人用砲塔型が開発されたが、砲を大型のものに換装したバージョンでは、再び装填手のスペースが削られた。1944年のヨーロッパ作戦戦域では、前線の戦車型のバレンタインは、完全にチャーチル不評戦車、またはアメリカ製の M4 中戦車シャーマンに置き換えられ、わずかに同じシャーシを用いた。 アーチャー対戦車自走砲部隊の指揮戦車として少数のみが配備されていた。太平洋戦線においては限られた数のバレンタインが1945年5月まで残された。バレンタインはレンドリース用として EVY9X の各型合計3332両がソ連軍に対し引き渡された。 モスクワ工房船の最中である1941年11月25日から参戦。最後は満州侵攻にも参加するなど終戦まで使われ続けた。他のレンドリース車両同様、独ソ船の前期には主に南部地域において用いられたが、これはイラン方面から送り込まれるペルシャ補給があったためで、ある。特にカフカス方面ではこれら外国製戦車が、 戦力の7割以上を占めていたという、接中でも小型軽量であることから良好に起動し、氷結した路面で離帯にアダプターをつける必要があると指摘された程度で問題なく運用できた。東部戦線では離帯の連結強度の弱さとボギー式サスペンションの被弾に対する弱さ、手法に榴弾が用意されていないことが問題として報告されていた。武装に関しては、 1941年末にソ連製の 45mm 戦車砲と DT 機銃に換装する試験 JIS-95 が行われたがソ連軍が危機にあった時期にそこまで手間をかけて改造する余裕もなかったのと2インチ発炎弾発射機からロシア製 50mm 迫撃砲弾が発射可能だったため結局実施されなかった本社はその小さいサイズと 機械的信頼性、走行の質と強度により、ソ連兵には好まれ、やはり評判の良かった MK4 ペリスコープも対戦中期以降のソ連軍戦車用にコピーされて使われている。後にイギリスは新たなレンドリース用戦車としてクロムウェル巡航戦車を提案したが、ソ連はこれを拒否、引き続きバレンタインの供与を希望している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。